はい、こんばんは。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。初めましての方は初めまして。早稲田 メンタルクリニック TV へようこそ。はい、仕事が原因で気分の落ち込みのある方でということですね。当院はですね、ビジネスマンの方が大変、多く来られます。若い方が多く来られますので、そちらについて、説明させていただこうかなと思います。はい、でですね、はい、もう簡単に説明しちゃいますね。これはあれかな、なんか、まあいいか、ちょっと上を、あ、間違えた、またいつものやつ、まあいいや。ですね、ワードプレスで作ってるので、それが見えちゃってるんですけど、まあいいですね。落ち込みの原因がはっきりしている場合、適応障害という病気の可能性が高いです。まあそういう病気になるんですね。この病気症状は、この症状は、病気の症状は、職場の環境調整や、休養によって改善いたします。すぐ、環境調整や休養ができない場合、例えばですね、不眠がある方だったら、睡眠薬などを用いて薬の力を借りながら仕事を続けてい、くとかですね。でその中で、環境調整など、問題を解決する、ストレスの原因を解決していくということもありますし、病気休暇の申請を行い、病気中に環境調整を行うことが進められますということですね。ですね、でまず気軽に受診してください。まあ、悩まずに来てください。都内では、働く人たちが多く来られます。当院ではですね、都内で働く人が来ると、それらの経験からあなたに合った解決策を提示いたします。これぐらいの症状で診断書なんて書かないよなんて言いません。気軽に相談してくださいということですね。上司の人に怒られ続けているので、怒られている人とかですね、もう怒られるんじゃないかと不安の方とか見るんで、病院は怖くないですよという意味で書かせていただきました。はい、でよくある質問ですが、まあ、産業医領域に専門の先生はいますかというと、土曜日の音羽先生、火曜日の山内先生が、対応、専門でございます。はい、で僕も対応してますので、気軽にご相談くださいと。で休む基準はありますかということですが、ですね、まあ、まあ、正解はないんですけど、僕の中で、これは聞いとこうということですね。自分が休みたいかどうか、家族の意見はどうでしょうかと、上司の意見はどうでしょうか、上司がもう休んだらどうだと言ってるとかありませんかということですね。きちんと食事は取れているのか、過食なのか、全然食べれないのか、睡眠は取れているでしょうか、眠れないとかありませんかと、例えば死にたい気持ちとか出てきてませんかとか、出勤時に、動悸や涙が出るなどありませんかと、現在の残業時間はいくらですかと、まあ、働き方改革で最近はあんま聞かなくなりましたね。100時間は超えてないかと、僕が研修の時とか結構100時間超えてる人結構いましたね。ただ、今はやはりインターネットのある時代ということですね。なので家でもう仕事をしてしまう方が多いんですね。なのでやっぱりですね、100っていう単純な数字ではないんじゃないかなとは思います。でですね、特にですね、4から8で1つでも当てはまってる場合、休むことを積極的に進めます、僕は。やはり結構もういっぱいいっぱいな人が多いですね。出勤の前に涙が出ちゃうとかね。とにかく、まあ、休んでください。結構休んでますから皆さんね。仕事を休んでる間お金が心配な方にはですね、社会保険の方の場合、傷病手当金という制度があります。で、支給額の大体3分の2が支給される制度です。なので、そういう制度もありますが、休めますよ。お金の心配はなさなくて大丈夫です。で勤務1年以上だった場合は、退職後も傷病手当金が、もらえることがあります。詳しくは会社の人事の方に相談いただくか、協会ですね、憲法に直接お問い合わせください。あなたの場合はどうですかということですね。はい、診察でも、お答えしますよ。で仕事を休むのは私だけですか？そんなことはありません。若年労働者の6割が3年未満で退職。これは平成25年の調査でございます。今はもっと上がっていると思いますよ。で退職されるので、転職されるので、結構ですね、珍しくはありません。休職したら、社会復帰できないのではないですかと。大丈夫です、安心してください。仕事を復帰され元通りに生活されている方ばかりでございます。休職中はどのように過ごせばいいですか、ということですね。初めのうちは寝てばかりになってしまう人も多いです。それでも構いません。必ず焦らずゆっくり休みましょうと。復職するタイミングが近づいたらできるだけ規則正しく生活してくださいということですね。だいたいですね、休職直前はですね、辛いながらも気が張ってる状態なんですよ。なので結構ですね、休むとですね、ガクッと下がる人多いですね。ガクッと下がったと改善していくと。
なので最初にガクッと下がってですね、1週間後とかでですね、休んで1週間後外来に来られたりするんですけど、そしたらですね、帰って悪くなったんじゃないかと、帰って休んだことで調子悪くなったんですけど、やっぱどうでしょうかっていうふうに相談されることが多いんですけど、いや大丈夫ですよ、それが普通でございますと答えます。でですね、復職直前になってもですね、休職中ではですね、旅行行ったり遊んでる人とかほとんどいませんね、当たり前ですけど、ほとんどみんな休む余裕なんかないですね。だから寝てばかりいたりとかですね、寝ようと思っても寝れないとか、結構だから自分はなんか休むの下手なんじゃないかとかいう人いますが、それがほとんどの方ですね。やはり苦しい病気ですからね、苦しい思いをされておりますと。でうつ病とは違うんですかってよく聞かれるんですが、そもそもですね、落ち込んだ状態のことをうつ状態と呼ぶんですね。だ例えば寝れない、食べれない、頭がぼーっとする、何をしても楽しくない、死にたいなどの、いわゆる落ち込んでる状態をうつ状態と言うんですね。でこのうつ状態、抑うつ状態になる病気は様々あります。なんか様ありますとか言います、様々ありますね、でその様々な原因のうち、まあ、過労や人間トラブル、まあ、その他様々なストレスによってうつ状態のことを適応障害と呼びます。適応してないとか、そういうなんかあの言葉のニュアンスでですね、なんか、あ、俺適応してないのみたいな感じになるあるかもしれないですけど、そういうもんでありません。適応障害というのは、これ病名なんですね。これはあのそういうものなので、あなたの個人を指しているわけではありません。でこの場合、ストレスの原因から遠ざかったり、療養によって症状は改善いたします。薬物料理よりも、まあ、ストレスの解決ですね、社会的挑戦が優先されるということでございます。薬飲んだが改善するというものではございません。はい、で脳の、まあ、遺伝子などのが原因で、脳の遺伝子って書いてますけど、まあ、これは簡単に言ってるのでそう書いてますけど、まあ、実際は原因はよく分かってないんですが、なぜか原因不明でうつ状態になることがありますね。それを何度も繰り返す人がいる。もちろんきっかけとかがあるので、一見ストレスがきっかけのように見えるけど実は違うというものがありますね。社会的調整を終えても症状を改善せず、薬物治療が必要な人たちがいます。それらをうつ病、もしくは躁うつ病と呼びます。これは脳の病気であるとか、遺伝子の病気などと言われることが多いですが、原因は今一つ分かっておりませんと。なんか2回同じこと言ってるの感じになっちゃいましたけど。はい。で一般的にうつ病は40から50代で発症することが多く、また躁うつ病は10代から20代で発症することが多いと言われております。70代など高齢者のうつを発症することもあり、これは老年期うつ病と別の呼び方をすることもありますが、認知症の前駆症状であることもありますと。うつ病や躁うつ病の人は落ち込みを3から6ヶ月ほど、少しその後改善しますと、しばらくするとまた落ち込みを経験すると言われておりますということですね。で、適応障害以外ではうつ病じゃなくて適応障害、と言われましたが、うつ病でもないというも言われたんですけど、他に病気はないんですかというと、うつ状態になる可能性として、まあ、例えば月経前、これ前ですね、月経前、気分不快症候群とかですね、また間違いが見つかりましたね、発達障害の、まあ、二次障害、うん、ADHD、発達障害、まあ、とかですね、不安障害とかですね、甲状腺機能低下症ですね、外陰性疾患ってやつですね、前の動画であった、で統合失調症の陰性症状など他のさまざまな原因が挙げられますということです。で休んだ時の流れですね、どうなりますか。まず主治医から自宅療養の診断書をもらい、職場へ提出して休暇に入ってください。まずはゆっくり休みましょう、まあ泥のように眠ってくださいね、で担当の方、まあ、通常上司が対応することが多いんですけど、とは、まあ、定期的に連絡を取ってください。週1ないし2週間に1度、メールでも電話でも構いません、連絡は取ってください。で症状の程度によって頻度や連絡内容が異なります。業務量や人間関係に問題があった場合、休み始めからそのことを伝え、復帰後に調整できるか打診を開始した方がよろしいでしょうと。連絡するコツなどわからないことも多いと思うので、外来診察時に主治医とよく相談してください。こういうケースはたくさん対応してますので、それなりの対応、アドバイスはできる、それなりという質ですね、アドバイスはできると思います。一緒に考えていきましょう。はい、症状が回復したら復職に向けて動きましょう。回復までの間、リワークプログラムを受けることも症状回復の手助けになります。後で講義で説明しますよ。担当の方に連絡し、復職時期および産業医面談の時期を決めてください。産業医面談をせずに復職される方ももちろんいらっしゃいます。所属部署の、業務量や人間関係問題があった場合、職場の環境調整も検討し、担当者に連絡してくださいと。
でですね、復職2週間頃前ぐらいから、活動記録表、まあ、産業医面談にの2週間前ぐらいからですね、活動記録表というのをつけることを僕はお勧めしております。どんなことかというと、次の、にを後で説明しますが、1日のスケジュールとかですね、書いておいてですね、昼夜逆転してませんよとかですね、そういうことを伝えるための、ものですね。はい。で、時期決まったら、復職可能の診断書を、作成してもらってください。もちろん、その絵が不要なところもありますよと。自宅療養中、ということですね。で、これもさっきのやつと一緒ですね。自宅療養中に、傷病手当金というですね、給料の代わりにもらえる制度もありますので、それを申請してください。で、お金の心配はいりませんよと。で、1ヶ月ごとに大体支給するんですよ。で、基本給の給料の支給額の約6割が支給され、3分の2が支給されますと。で、会社から書類をもらい、主治医に記載をお願いしてください。で、これがですね、書いてないんですけど、大体その休み、例えば11月の分を書こうと思ったら11月中に持ってくるんじゃなくて12月に持ってきてください。12月になったら、これぐらい休みましたと書けるので。なので、12月分は1月ですね、翌1月。1月の分は2月に書けますから。1ヶ月ごとに持ってきてもらったら僕はその場で書けますので。はい。で、活動記録表っていうのはどういうものですかっていうと、例えばですね、7時に起きてウォーキングしたりとか、模擬出勤したりとか、するっていう形のやつですね、ネットで書いてますから、だいたいこんな感じで仕事に見立てて生活するみたいなことですね。で、もっとですね、ちゃんとしたリワークプログラム受けれませんかということでですね、あります、例えばですね、近所だとうちの近所ですね、うち早稲田メンタルクリニック、早稲田っていうのは高田馬場の隣の駅なんですけど、高田馬場にですね、あります、リバトレという、ね、リワークプログラムをやってくれているところがあるので、そちらと今、ですね、連携させていただいてますので、こちらに行くということですねを勧めしたりします。あとはですね、東京障害者治療職業センターとかそういうのもありますね。またですね、退職された方には東京仕事センターというですね、ハローワークのでかい版みたいなところがですね、行政が作られた施設があるんですよ。で、ここは無料のキャリアカウンセリングとか、講習会とかもやっているので、こちらもまあ、おすすめですよということですね。あとはぐらいかな。これちょっと興味ありますか、会社のパワハラで受け心身不調です、こちらで相談できますかと、それもできますよ。これは後でまた今度後日説明しますが、ネットとかになってますね。はい、以上ですね、この参考プログラムも結構いいですよということですね。はい、はいはい、じゃあ以上で、説明が終わります。まあ仕事で悩まれている方向けの動画です。まあ、ホームページに書いてあるので、詳しくはまた見ていただくか、診察室でご相談ください。すぐ対応しますから。はい、当院ではエビデンスに基づいた常識的な治療を行います。薬は最小限にとどめ、現実的な、問題解決の相談件と心の理解を深める対話を重視しておりますということですね。 Twitter もやってます。座談会もやってます。YouTube もやっております。で、このもしこの動画を見てためになったと思っていただければ、高評価のグッドボタンおよびチャンネル登録をお願いいたします。ですね、他にもこんなこと取り上げてほしいなどありましたら、Twitter の質問箱に送ってください。DM でのセカンドオピニオンなどのご相談を受け付けておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。はい、ではまた。